8月6日朝8時過ぎ、広島駅を発車した恋行きの電車は8時15分、爆心地から750メートルの八丁堀の停留所へ差し掛かったところでした。その時、強烈な閃光と爆風が電車を襲い、電車は瞬く間に燃え上がりました。当時市内を走っていた電車は70両と言われています。市民の重要な足だった電車は朝の通勤時間とあってどれも満員でした。八丁堀で被爆した電車にも100人近い乗客が乗っていたと言われますが、現在生存が確認されているのは10人に過ぎません。このビデオテープにはこのうち7人の方々の証言が収められています。石田明さん、当時17歳。陸軍の少年航空兵だった石田さんは、あの日は休暇で、兄と一緒にブーン超級を祈りに宮島へ行く途中でした。兄は9月に原爆症で亡くなりました。ちょうど円光橋あたりへ逃げていった時に、大火災に遭いまして、炎の中を潜って逃げていったわけですね。でその時家の下敷きになって、生身のままで焼け死んでいかれた人たちが助けを求めてですね、子供の名前を叫び、肉親の名前を叫びながら亡くなりまして、元気で逃げていく私たちの足を引っ張るわけですね。しかしどうしようもなく、その場を立ち去っていったわけですけれども、その当時一人でも二人でも元気であったはずの私たちが助けてあげることができなかったということが、今も大変重い責めとして残っているわけですね。私は当時兵隊だったもんだから、元気になって返さなきゃいけないというんで、随分兄が栄養になるうなぎを取りに行ったりねして、朝から晩までですね、駆けずり回って魚を取ったりうなぎを取ったりしてくれたようですね。そういう兄であったんですけども、9月の3日に昼前に血を吐きながら先に死んでいきましてね、寒い朝でしたけれども、久方ぶりにハッとこう気がついて、私の母親がなんでそれを置いていったのかわからんんですけど、丸いこう手鏡を私の枕元に置いていてくれたんですね。それを無意識に取りまして、この子ずっと自分の顔を覗き込んでみたら、頭のこう片隅にですね、こうピカピカと光るようなものを見たんですね。で、で台所にいました母親に、産毛が生え、髪が生えたよと言って大き、私の、あるだけの力で読みますと、泣きじゃくって私を抱きしめて喜んでくれたわけですね。その時のことがずっと忘れませんし、その時母親が抱きしめて泣いてくれた時の甘辛い涙の感触みたいなものがですね、未だにこんなに孫のおるような時代になりましたけれども忘れられません。私が生き残ったわけです。結局生き残ったんですけれども、その間兄を犠牲にしてしまったし、母親も私が原爆にあったということで亡くしてしまったということで、何かこう8月6日来るたびに言い知れない悲しみと申しますか、怒りと言いますか、そんなものがあります。ここにいらっしゃる皆さんもですね、それぞれ年の差はありますけれども、共通した年齢段なんですね。昭和20年8月6日に一旦はお互い死んでいるんですね。そこで再びこう命が蘇ったわけですから、年齢がいわゆる被爆年齢で言いますと、皆今日集まっているお互いは41歳なんですね。いわゆる同級生のクラス会みたいな感じなんですね。そういう意味で私たちの貴重な体験を人類が滅亡しないためにですね、役立って証言をしなきゃならないというふうに思い続けておるわけです。